戦地点に到着。目標捕捉。ファイヤー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 。目標ファイヤー。ゼレ、行きましょう。敵の行動経路が乱れています。先生と委員長がおとりになってくれたようです。あとは撤退ポイントで合流してヨアヒムを移送すれば。フローニャお姉ちゃん、どうしました？撤退ポイントには行けない。どうしてですか？この子をどこか別のところに連れて行かないと。他の人に渡しちゃダメ。そう言われてもどこに連れて行けばいいのですか？まだわからない。でもゼーレを信じてほしいの。ゼーレ、どうしたのですか？少し様子が変ですが。ダメ、ブローニャお姉ちゃん、その子をゼーレに。このままじゃまた最初から繰り返しに。ゼーレ、彼を私に渡して。目標発見。目標捕捉。ファイヤー。レスキュー戦術。目標捕捉。ファイヤー。目標捕捉。ファイヤー。ボイドエクスプロージョン。任務開始時からブローニャはある違和感を覚えていました。窮地に陥るたびにあなたはこれから起こることを予見していたかのように動いていたのです。そしてあなたが漁師の影を呼び出した時、ブローニャは確信しました。ゼーレ、あなたはブローニャと同じこの世界のものでは。ブローニャお姉ちゃん、本物のブローニャお姉ちゃんなの？ええ、本当にブローニャお姉ちゃんなの？ゼーレ、ブローニャはここです。ここにいます。久しぶりです。ブローニャはやっとあなたを見つけることができました。ブローニャお姉ちゃん、しかし、どうしてここにゼーレがいるのですか？一体何が？ゼーレにもわからない。何もない部屋に閉じ込められたことしか覚えていなくて、暗くて時間さえも忘れるくらい、その中にいたんだ。でもある日、急に扉が開いて光が差してきたの。やっと逃げられる。
ブローニャお姉ちゃんのところに行けると思って光に向かって走り出したんだけど、その後のことはよくわからなくて、気がついたらこの世界にいたんだよ。光？大丈夫セイレン、もう大丈夫です。安心してください。ブローニャが見つけたからにはゼーレをここから出してあげます。でもどうすれば出られるのかわからない。ブローニャお姉ちゃん、その子を天命に引き渡しちゃダメ。どうしてですか？この世界はずっとループしているの。実はお姉ちゃんと出会う前からゼーレは今日という日を何度も繰り返してきたんだよ。最初の数回は任務に失敗して昏睡状態になっちゃったけど、目が覚めたら数日前の学園にいることに気づいたんだ。それから何もかもが同じように繰り返されていくの。道理でゼーレはこれから起こることが分かっていたのですね。何度も試して間違った選択肢を回避して最後にあの子を救い出して任務をクリアしてきた。それでも時間は繰り返されて、どうして一体。え？怖がらないでくださいゼーレ。今の言葉でブローニャは何が起きているのかを理解しましどうすればいいかは分かっ。ブローニャを信じてください。はい。みんな、無事のようね。あとはこの子を本部の担当に渡せば、この任務もクリアよ。全員よくやってくれたわ。特にゼーレとブローニャ。あなたたちの存在は、任務の達成に不可欠な貢献をもたらしてくれた。待ってください。カカリア先生、この子は本部に渡せません。その理由は？感電跡、やけど、手術の痕跡。これは天命の実験室で非人道的な扱いを受けた証拠です。彼をそこに戻すことは彼を地獄に送ることと同じです。ブローニャさん、確かにその通りですが、送らなければどんな結果になるかも考えなければなりません。彼にはリッチ社の力があります。彼自身もコントロールできないほどの力です。彼が人間に危害を加えるリッチ社ではなく、普通の人間と同じように成長するなど誰も保証ができません。しかし彼を実験室に戻せば彼はリッチ社にしかなり得ません。ブローニャとゼーレは彼を聖フレイヤ学園に連れて行くことを希望します。彼はリッチ社になるかもしれません。または英雄になるかもしれません。ブローニャたちにできることは考えることを彼に教えることです。希望は何なのか、未来は何なのか、それを考えることです。これは人間としてあるべき自由です。これも今まで聖フレイヤ学園がブローニャに教えてきたものです。よく言った。私もそう思っているわ。あれ？時間が進んでる？カカリアもひどいわね。わざと試すような真似して。まさか最初から彼を学園に連れて行くつもりで？もちろんよ。私たちは聖フレイヤのヴァルキリーだもの。さあ彼をこちらへ。よく言ったわね、ブローニャ。ブローニャはただ姫子先生から学んだことを口にしただけです。謙虚すぎよ。いいえ、謙虚ではありません。ブローニャは姫子先生に感謝しています。今までずっと先生にお世話になっています。だから先生に伝えたいことがあります。姫子少佐はいい先生です。ブ
ローニャが今までに出会った中で一番いい先生です。ありがとうございます。先生がしてくれたこと。ブローニャ、急にどうしちゃったのよ。少し照れくさいわね。とにかく今夜はパーッとお祝いしましょう。はい。執行命令なし。ブローニャ警戒。そういえば確認したいことがありました。委員長、ブローニャは委員長に聞きたいことがあります。どうしましたか、ブローニャ。委員長はこの子のことをどう思っていますか。彼の境遇には同情します。本部のしたことは非常に残念なことです。では過激死血輪はどう思っていますか。ブローニャはオットー司教の命でセーフレイヤーに入りました。やはり普通の生徒ではありませんでしたか。この子のことは知りませんでした。とはいえあなたを止めるつもりもありません。しかし私たちは今日の選択に責任を持たなければいけません。世界に危害をもたらす律者にならないようにこの子を導かなければならないのです。そうでなければ誰かがその責任を果たしに来ますから。わかりました。ありがとうございます。任務は失敗。情報屋の銀狐を捕らえることはできたが、ネゲントロピーが一足先に物資を他の場所に移した。第五小隊が追跡を試みるも手がかりを見失ってしまった。任務の責任者として全ての責任を負う。それから聖フレイヤー学園に普通の転校生が増える。まあこれでいいと思う、ブローニャ。ブローニャは問題ないと思います。やはりあなたを連れて行ったのは正しい選択だったわ、ブローニャ。そう遠くない未来であなたが優秀なバルキリーになっていることを信じているわ。ありがとうございます、カカリア先生。彼を輸送艦には乗せない。彼は今日から自由の身だわ。ブローニャたちは戻ってきたのですか。執行命令。